タイトルはイケメン3人の大丈夫だよ。おじさんイケメンなの。大丈夫。種類が違う。また俺ラーメン店主取れちゃうので。どうも、ケーキバナナのジュンです。今です。シュンタです。LINE を見せてください。って言われたら嫌じゃないですか。嫌です。見せたくないでしょ。うん。でも、みんなも、俺らもメンバー内でも、女の子にこういうこと送ってるのかな、陰でこういうこと言ってるのかなとか、気になると思うよね。でも LINE は見られたくないってことで、ほう。ここも最近便利ですから。予測変換というものがありますね。皆さん。LINE の予測変換で、一文字目まずイチゴにしましょうって俺が言ったら、ぜひイチゴって打った後の予測変換をポン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 ってキリがいいところまで押していって、どういう文になっちゃうのなるほどね。なるほど。そう、大体こういう予測変換で直近で打ったメッセージがそのまま出てくるじゃん。だから結構再現されちゃうよっていう。じゃあいきますか。はい。ということでですね、僕たち今年内までに20万人の登録者を目指して本気で頑張っているので、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価、今のうちによろしくお願いします。さっきちょうど TikTok で見てて、うん、辛いって文字を打った後に出てくる文字をつなげてってやつがあって。なるほどね。そう、辛いからいく。辛いからやろう。もう全然つながんなかった。うわ、やばい、これはやばい。マジ？じゃあ旬だからいく。辛いけど取れないから、顔文字ハテナ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 。何これ、気持ち悪い。お前こんな顔文字使ってるの。使ったことないんだけど。希少すぎるんだけど。俺いくよ。 OK。 辛いけど今土着層仲悪くてお互いブロックしてます。あれ、あれ、なんかあった、なんかあった。辛いけど土着層仲悪い。でも辛いけどは使ってないんだけど、この後半の今土着層仲悪くてお互いブロックしてますはマジで最近送ったメッセージ。え、あれ、それ言える。いや、言えるよ。お、言えるの。言ってもいいけど、多分 P だけど、うん、くんからちゃんと仲いいってきて、あー、あー、なるほどね。なるほどね。そういうことか。T だわ。これ絶対使えない。マジ、俺も意味わかんないんだけど、辛いけど、そっちの方が酒抜けるから、絵文字が。酒抜けるから。同じ絵文字やん。え、シュータにもしかしたら送り合ってるこれ。いや、おもろいのこれ。やば。じゃあ、うん、なんかちょっとリアルな文で打ってそうな文字から。はい、なるほどね。絶対。絶対。あー、絶対。うわ、怖っ。使ってそう、めっちゃ。うわ、やばい、それは。やばい、やばい。俺また意味わかんない文章になってるよ。じゃあ、旬だから行こう。いきますよ。絶対最近回線早くてもラグいるから頑張れる。え、どういうこと？マキオくんが、エイペックス、回線早いのにラグいんですけどっていうのをストーリーに載っけてて、それに俺送ったんだよ。なんか回線早くてもラグい人いるんですよ、みたいな。なるほどね。マキオくんが会ったことなくて、二人が関わりはある。なる、俺だけ今度撮影するかもってなったんですよ。うん。だから試しに送ってみた。なんか来たわ。来た。おう。そうなんですね。誰ですかって来た。記憶怖すぎるってそれ。誰ですか。じゃあ俺ちょっとやばいぞこれ。おおおお、文的には普通なんだけど、よく考えたらやばいよねっていう。大丈夫。絶対すぐ来てー、びっくりびっくり。うわあれ、あれ、やばい、やったやったら。え、ちなみにこれ最後に使った記憶はある？ないよ。俺多分あげた。ニヒポンだと思う。はあ、そう、あ、いや、そうだ。そうだ。グループラインで。グループラインで。うん、レボーして、で、結構遅れてたから、絶対すぐ来てみたいな感じで多分言った。多分そうだね。あぶね、あぶね。なるほどね。よかったよかった、危なかった。おー。俺もちょっと、やばいんじゃない？いい？はい、どうぞ。いや、絶対出稼ぎ、びっくりマーク、わら。どういうこと？出稼ぎ。お前、女ですっちり。ピーチや。あいつ絶対出稼ぎってことでしょ。そうだね。あ、ちょっと待って、出稼ぎってわかんないか、みんな。出稼ぎとは説明しよう。言われてんの。なんかね、元オタクから DM が来てて、昔の他のオタクとかどうなってるんだろうね、何してんだろうね、みたいなって、まるまるちゃんは風俗に出勤してるらしいよって来たから、絶対出稼ぎって送ったの。あー、なるほどね。でも日本が一番やばいかもしれない。使ってそうなやつ。今度は。あ、今度は。いいね。なんか今度だったらわかんないよ。ちょっと怖いね。行こう行こう。これ今度探すわ。丸。え、怖。ほら。この後丸だけ。冷た。俺もちょっと意味わかんないけど。今度一緒に上目指してもう。もう。最後死んだったね。いい感じのこと言うと思ったんです。もう。じゃあ俺は今度なんだってびっくりマーク。ちょっと意味わかんない。おじさん興味すぎだろお前。ちょっとそろそろ下っぽいのいくよ。あー、いいよ。じゃあ一回挟んで、うん、かわいい。おー、でいこう。かわいいね。ちょっと
か分かんないな。ちょっと俺キモいわ。気持ち出てるわ。え、言っていい？いいよいいよ。可愛い写真出てきたから大丈夫。よく気になって押してた。うわ、うわ、え、それダメ、ダメ、ダメなやつじゃん、それ。これはダメなやつだろ。うわ、多分だ、あ、そうだね。つながりに行かないわ、それ。DM なら、それ、インスタの。よく気になっていいねをしてたってことでしょ？うわ、どういうこと？これはやばい。悪行がバレてますね。俺よくわかんない。ちょっとなんか怒り始めてるかもしれない。え、怒り始めてる？可愛い絵文字使ったりしてたのにね。え、飲んでないの？え、飲んでないの？怖い。情緒やばい。とにかく飲みたいやつ。俺マジ、肝落ち出てるんだけど、かわいい、わら。わら。悶絶してるやん。お前、やばい。あ、いいね。いいね。出すぎて。結構リアルなやついくと、明日。なるほどね。ちょっと俺つまんないから俺からいくわ。うん。俺も面白くなかったわ。俺は、明日編集、てんてんてんびっくり。ああ、業務的だね。多分なんか誘われて、明日編集って言ったら、俺もつまんないからいい。明日撮影だから大丈夫はてな。そうね。業務的だ。からの明日もいるから頑張れる。え、やばいやばい、さっき女だ、これは。ちょ、明日もいるから頑張れないって。明日もいるから頑張れる。え、でも楽いるから頑張れる。頑張れおじさん。頑張れおじさん。ラグいるから頑張れる。明日もいるから頑張れる。何でも頑張れちゃう。まさかの一番しもいぞ。本当に。ちょっと匂って。ちょっと匂って。やばい、ちょっと消臭しなきゃ。何しよっかな。なんで。おお。問いただす系ね。なるほどね。最初の気持ちが。待ってくれ、絶対違う、俺。え、絶対、いや、ダメだよ、ダメだよ。絶対やってない、こんなの。いや、わかんない、いけいけ。いくよ。うん。なんでも似合うよ。ハート、ハート、ハート。うわーい、うわーい、ってるわ。言ってない。俺、こんなハート使わんもん。ホストみたいやん、もう。違う違う違う。おかしいって。どんな服がいいかな。なんでも似合う。違う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 。シュートは？俺ね、なんでも面白いって言いそうって言うと。お前や。自分に、自分に。自分に言ってる。自己紹介。え、何？俺ね、なんで男といるの？ああ、俺勝手に送って。やったな。やったな。それはやばい。なんで男といるの？しかもそれ絶対送ってるよね、本当に。送ったな。ちょっと攻めたいよね。何が一番際どいんだろうね。際どいところ行きたいよね。さっき明日って言ったけど、今日は。ああ、なるほど。そういうこと？ああ。すまんな、俺。いいよ。いい。今日撮影だから大丈夫？待ってな。待てよ。待とう。ずっと。明日も今日も。毎日撮影してるわ。仕事人じゃん。それ一番仕事しないと思うけど。じゃあ俺、俺普通かな。今日って飲んでないの？おぉ、まあまあ、あ、びっくりした、ハートじゃないんだね。ハートじゃない。ホストやんじゃん。怖いんだけど、なんか行くよ。今日のことどうなってるんですか。加藤千尋にヒポンのことどうなってるんですか。え、怖い怖い。どういうこと。今日のことどうなってるんですかっていうのはね、仕事があった時に送った記憶ある。千尋とにヒポンのことが一番怖い。加藤千尋って言い方が嫌なやつだわ。確かに嫌なオタクの言い方だわ。あ、じゃあ一回普通にエロ。ああ、あれ、いいねいいね。ちょっとまずいかもしれない。やばい。俺もちょっと意味わかんないから。俺も意味わからんから。意味わかんない。じゃあ俺言い切ってみて一回。エロそうなお姉さん。検索した。いや、言ってんのか。エロそうな、ビックリマークがついてる。何なんだろう俺。言ったんじゃない。言ったなそれ。エロそう、インスタとかで。あ、言ったかもしれん。あ、言ってそう。いや、言ったか。出会い中やん。違う違う、二人おるぞ今。いや、多分検索だと思うけどね。うん。あ、シュンタはエロストーリーにヒポンのことどうなってるんですか。問いただしおじさん。問いただしおじさん。しかも待て、まあ後ろに引っ張られたけどさ、エロストーリーで繋がんのやばくないお前。なんでなんだ。こっち来ると思った。え、俺エロスケジュール帳のなんで男のフォローありがとう、かわいい、わら。全部入ってる。どうも、リーダーのあかりたんとしろです。もうガチの抜き打ちチェックだからみんなちゃんと放送事故でした。いや、みんなは携帯を友達に貸すときはちゃんと予測変化見られないようにカモフラージュをした方がいいかもしれません。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。